こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。 DRE 前に行きそうです。エンドエベレスト、それに続いています。さらには競泳マーチ、3番スイートウェイ、その後ろフィージー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。 DRE 先手を取りました。すぐ後ろにエンドエベレスト、その隣にスイートウェイ、その横にアフリカンセクレタリー、ソワリングソフトリー、すぐ後ろ黄色の帽子競泳マーチ、いい位置につけました。並んで7番サンライトアイランド、ハイフレンドヒット、この馬もこのグループオンスパーク、すぐ後ろ並んで9番フローラルショー、シャープ QT、 すぐ後ろその隣にシーサンダース、パラダイスドラマ、すぐ後ろ最後方にフィージー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、3番スイートウェイ、一気に先頭に立ちました。先頭は依然としてスイートウェイ。ここで先頭が入れ替わりました。 DRE スイートウェイ2番手に控えました。競泳マーチ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったソワリングソフトリー、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は競泳マーチ、残り 200m ソワリングソフトリー先頭だ。残り 100m 競泳マーチ抜けた。ソワリングソフトリー追いすがります。競泳マーチゴールイン、競泳マーチ1着、2着にはどうやらシーサンダース。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。カワチボール前に行きそうです。アータックス、それに続いています。さらにはリトルアンドレ、3番コンサートスタイル、その後ろウィニングアドラーブル、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはカワチボール、そして大きく離れてビレイズ、この位置です。さあ先頭はまだ9番カワチボール、リードは6馬身ぐらいあります。カワチボール一人旅、大きく離されて2番手はビレイズ。さあカワチボール、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチボール先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はビレイズ、あと 200m ビレイズ伸びてきた。残り 100m ビレイズ先頭、2番手はストーミーフィーバー、ビレイズゴールイン、ビレイズ1着、2着にはどうやらストーミーフィーバー、勝ったのはビレイズ、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。サガミクス好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサガミクス花に立ちます。その後ろからはベレヌス、この馬も上がっていく構えです。さらにはサンシャインストリート2番クリス・ザ・プリテンダー、その後ろウロコルージュ、後方からでは前の方から先手を取ったのはサガミクス、カワッチサンライズ好位をキープ、その外からベレヌス、内からはクリス・ザ・プリテンダー、その外からベイラミ、並んで3番ストロングメドウ、モンジュー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにオース、並んで10番トロピカルトーク、すぐ後ろにレインボーグライス、その外からタイムトリリー、並んで11番トロットインディー、クロコルージュ、この馬もこのグループ、最後方にタイフタラ、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭から1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサガミクス、その横にサンシャインストリート、すぐ後ろにストロングメドウ、その外からベレヌス、並んで7番デイラミ、好位置をキープしています。カワッチサンライズ、その隣にクリス・ザ・プリテンダー、その横にモンジュー、その外にタイタのオース、そのうちに続いています。並んで10番トロピカルトーク、さあ先頭はまだ9番サガミクス、サンシャインストリート、ほとんど差がありません。ストロングメドウ、3番手カワッチサンライズ、これはいい位置につけています。ここで先頭はサンシャインストリート、サンシャインストリート、先頭2番手はサガミクス、追いすがるサンシャインストリート、先頭モンジュー、先頭2番手はサンシャインストリート、あと 200m モンジュー先頭だ、残り 100m モンジュー粘る、一気にカワチサンライズ、カワチサンライズ、カワチサンライズ、1着2着にはどうやらモンジュー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はエイシンプレストン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったエイシンプレストン、突き放しにかかります。あと 200m エイシンプレストン先頭だ、残り 100m、 これは強い。2番手はメジロピール、エイシンプレストン、この馬で決まりか。エイシンプレストン独走、エイシンプレストンぶっちぎりです。エイシンプレストン1着、2着はメジロピール、これは桁外れの強さだ。エイシンプレストン